こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回は、秋のテント泊登山の装備紹介をしていきたいと思います。はい、実はですね、明日から、北アルプスの、奥穂高岳の方に、2泊3日で、テント泊に行く予定をしています。ということで今回は、9月下旬の、北アルプス、テント泊登山という例で、装備紹介とパッキングをしていきたいと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。では早速行ってみましょう。はい、まずはですね、まあ、いろんな道具を詰めていくザックなんですけれども、まあ秋のね、この紅葉シーズンというのは、まあ、かなり、朝晩冷えるような時期にもなってきます。結構防寒対策にも力を入れないといけないということで、かなり大きめのザックを私の場合用意してます。でちょっとね、実はドローン持ってたりとか撮影機材が多いというところも私の場合は関係してるんですけれども、少し大きめのザックということで、こちらマムートの、トリオンスパイン75リッターのいうザックになってます。こちらマリンブラックのカラーになってます。はい、でこちらに順番に下の方に入れるものから順にご説明していきたいなと思います。まずは、テント泊の必需品ですね。こちら、テント、こちらニーモのアトム 2P のテントになります。はい、こちらダブルウォールの、テントになっておりまして、やっぱりですね、秋の登山かなり、朝晩冷えてですね、結露が起こりやすかったりとか、かなりまあ外の気温も低くて寒かったりしますので、まあ、なるべくダブルウォールの、テントが安心なのかなというふうに思います。から、こちらですね、ポールも必ず忘れないように持っていってください。それからまあニーモのテントの場合ですね、こちらの、付属のグランドシートついてきてますので、こちら必ず持っていくようにしてます。はい、続きまして寝袋になりますけれども、はい、こちらですね、モンベルのダウンハガー650のシャープ3という寝袋になります。まあ、こちらですね、まあ、限界温度がまあマイナス2度ということで、まあ、ダウン類とですね合わせて使えば、まあ、9月10月あたりの、アルプスのテント泊でも使用可能かなというふうに思います。はい、結構万能な寝袋になります。あとですね、シュラフ関係でこちら、モンベルの、シュラフカバーになるんですけれども、まあ、シュラフカバーですね、こうシュラフの上に、かぶせるような、カバーになってるんですけれども、まあ、これがあればちょっと保温性が増すというところと、まあ、例えば結露が、激しくてこうテント内結構、濡れてたりしてもですね、まあ、これで、ある程度弾いてくれるので、こうシュラフの仲間方まで、濡れて、染みてきて冷えてということを防いでくれるようなアイテムになってますので、こちら、まあ、シーズン問わず私は持ってってるんですけれども、秋の登山では、特に、重宝するかなというふうに思います。はい、続きましては、ダウン類になるんですけれども、こちら、マムートのですね、メロンインフーディッドジャケットという分になります。これかなり、まあ、厚手のダウンになってまして、まあ、真冬にも使えるような、はい、ものになってます。結構ね、朝晩やっぱり冷えることも多いので、まあ安心かなというところで、まあ、ちっちゃく結構なるんでね、大きめの厚めのダウンを持っていきます。それから、下のダウンも必要ということで、こちらですね、ネイチャーハイクの、はい、ダウンパンツをいつも持っていってます。それからですね、上下にプラスしてこちらの、サンディックというところの、こちらアマゾンで購入したんですけれども、ダウンシューズですね、こちらもテント内でしたり、睡眠中寝ている時なんかはもう個人的には必須のアイテムになりますので、こちらも合わせて持っていきたいかなと思ってます。特にですね、まあ、この時期、多くの方苦しむのが夜寒くてちょっとテント内で寝れないということかなと思うんですけれども、まあ、この辺りですね、ダウン類と、先ほどの寝袋を組み合わせて、プラスですね、やっぱり足先とかかなり冷えて睡眠の妨害とかっていうことがあったりするので、私の場合はこの、ダウンシューズの中にカイロをそれぞれ仕込んで、足元とにかくあったかくして、あとはダウンとか着込んでね、ぬくぬくとポカポカと寝れるようにというところをとにかく心がけて、やっぱり睡眠の質、登山する上でもかなり大事なので、そのあたりはかなり気を使っています。はい、それからですね、まあ、睡眠関係というところでこちらの、まあ、空気を入れて膨らます形の、まあ、枕になるんですけれども、こちらもいつも持っていくようにしています。でこの寝袋ダウン類の、パッキングの際の一つ、ポイントなんですけれども、私の場合ですね、少し大きめのスタッフバッグに
この辺のものすべて一緒に入れるようにしてます。っていうのもこのあたりですね、ダウン類だったり寝袋っていうのはすべてこうテントを設営して、それからまあ使うようなものになりますので、まあ、すぐまあザックから取り出せる必要がまあないということで、もう一つにギュッとしまって、もうザックの下の方にグイグイと押し込んでいつも持って行ってます。続きましてですね、こちら、ニーモのエアマットになります。ゾアというシリーズのものになってます。はい、こちら 450g ということで、まあ、かなり、軽量なマットになってます。そこそこ保温性もしっかりしてますんでね、こういったまあ冷える季節にも結構最適な、スリーピングマットかなというふうに思います。はい、それからですね、テント周りでちょっと細々したものなんですけれども、ちょっとねレジャーシートとかあったら便利かなっていうところで、まあ、テントを立ててる間、撤収してる間、いろんなものをね、地面に置くとちょっと汚れる場合とかあったりするので、このレジャーシートっていうのを持って行ってます。あとはちょっとテントがね、雨が降ったりして泥だらけになったりとかっていうこともあるので、こういった小さな雑巾なんかもザックの底の方に仕込んでおいて、結構ね意外と役立ったりするので、この辺もちょっとワンポイントとしてご紹介しておきます。はい、現在ですね、ザックの中には、テント、それから、ダウン寝袋類という形で入ってきてるんですけれども、その他の、まあ、テントを立ててからしか使わないものっていうのもこの時点で入れていきたいなと思います。例えば、ちょっと予備の手ぬぐいでしたり、あとは、替えの下着、パンツだったり靴下だったりっていうようなところですね、一応持っていくようにしてますので、まあ、こういったものもですね、こういった防水のスタッフバッグに、入れてあげてですね、スタッフの中に入れてあげましょう。次はですね、調理系の、道具になります。まずは、ジェットボイルですね。はい、私の場合テント泊の際はもう料理も最低限にしようということで、なるべくもうお湯だけを使ってできる料理というところを基本にやってますので、もうジェットボイルで基本的には調理をするという形になってます。あとはですね、シェラカップ2つほど持っていっているのと、あとはですね、こういった、スプーン、フォークと、お箸ですね、このあたりがセットになったような、こういったセットですね、食器のセットと、あとは、軍手、それからまあ何でしょう、汚れ取り用のですね、トイレットペーパー、このあたりを、一式まとめて、持っていくようにしています。はい、続いては、水関係になるんですけれども、こちらカタダインのビーフリーという浄水器になってます。まあ、沢の水だったりとか、ろ過されてないような水ですね、飲むことあると思うんですけれども、こちらの浄水器通して、使用するようにしています。あとですね、今回はこれには水は入れずに持っていこうと思うんですけれども、ウォーターパックですね、水の容器になります。はい、でこのあたりはですね、まあ、どういう山域に行かれて山小屋がどの程度あるかっていうところによって変わってくるかなと思うんですけれども、ちょっと初日の工程が長いような場合だったり、山小屋があまりない、水が調達できないっていうような場合には、1リットル、1.5 リットルっていうところを入れて、持っていくこともあります。はい、それから、まあ、食事の準備についてなんですけれども、私の場合ですね、テント泊の時基本的に、晩ご飯の分についてはこういった白ご飯でしたり、まあこういったカレー、それからまあ牛肉の卵とじといった、まあこういったですね、まあ、お湯で、戻せるような食事ですね、このあたりを複数分持っていくようにしています。で、朝とか昼とかに関しましてはもう行動食と同じようにいろいろと準備して持ってってますので、まあ、そのあたりは、登山口向かいながら、コンビニなんかで調達してというふうにいつもやっています。その他にもですね、ちょうど昼の時間帯に山小屋を通るような時がありましたら、ランチ営業なんかを利用できるということもありますので、まあ、そういったところもしっかりと活用しながらですね、ただですね、やっぱり食料、なくなるというところが一番怖いところでもあるので、まあ、予備として一つ二つは、ザックの中に忍ばせておくようにしています。はい、続いては服装関係になるんですけれども、上下の、レインウェアですね。はい、この季節になるとですね、まあ、基本的にはこういった、まあ、長袖のシャツでね、歩こうかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、朝の、寒い時間帯だったりとか、あとは風が強い時、なんかにも、この、ゴアテックスのね、ハードシェルジャケット、使おうかなというふうにも思ってますので、まあ、防寒と雨対策と、まあ、両方の意味でというような形で、こちらザックに入れておきたいかなというふうに思ってます。あとはですね、これ、私的にはもう必需品ですね、モンベルの、まあ、ゴミ袋になるんですけれども、防水になってましてですね、まあ、中で、汁気がこうこぼれてきたりとか、ビニール袋が破けたりとかしてもしっかりと、その他のところに出るということを防いでくれますので、もうこのゴミ袋かなり優秀です。匂いもね、漏れないので、か
かなりテント内が臭くなったりっていうことも防いでくれます。あとはですね、こちら私のまあ何でも袋になるんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、ライターだったり、テーピングでしたり、あとは、夜に使うヘッテンですね、ヘッドライトでしたり、あとは予備の電池とかカラビナとか、あとは、ティッシュだったり、ウェットティッシュだったり、あのゴミ袋だったりっていうところをもう、ガサッと、まとめてるような、バッグになります。はい、こういう形でですね、まあいつでも持っていくものっていうのはまとめておくと、毎回こう揃えて準備してっていうことが不要になるので、とてもね便利かなと思います。はい、それからこちらももう必需品ですね。はい、キャリーザさんです。はい、太陽光で発電して、ランタンになってくれるとですね、もうとても便利なので、私もかなり、はい、これには助けられてます。まあ、ザックのね、外付けをして、太陽光を吸収しながら、まあ、歩くという形ですね。それから、まあ、コード系になりますけれども、ストックですね、まあ、使うとき使わないときあるんですけれども、まあ、基本的には、持っていくようにはしています。それから、こちら 750ml のマルゲンボトルですね。はい、実は今回初日の工程が3時間ほどという風になってますので、まあこれ1本あれば、水の量としては十分足りるのかなという風に思ってます。はい、あとですね、まあ、洗面系だったりというところで、まあ、メガネですね、あとは、まあ替えのコンタクトレンズだったり、まあ歯ブラシ、リップクリームというところでしたり、まあ、日焼け止めとかですね、このあたりもガサッとひとまとめにして持っていきます。あとはこちらも必需品ですね。はい、大和高原地図です。はい、こちらですね、少しかさばりますので、私の場合はこの中身のね、この地図の本体の方だけいつも持っていくようにしています。ルートを探すというところ以外にも、まあ山の上でね開いてみたいなっていう時もありますし、テント内でちょっと暇やなっていうことで地図広げていろんなところを見てみたりっていう、まあいろんなね楽しみ方がある、はい、紙地図ですね。あとはですね、こちらもサコッシュになるんですけれども、まあ、この中に貴重品だったりとか、カメラのレンズなんかを入れて、まあ、持ち運びをしています。あとはですね、まあ、今撮ってるカメラでしたり、立ててる三脚ですね、まあ、このあたりも山の方に、はい、持っていきます。あとは行動の中で、使う系のものになりますけれども、まあ、ヘルメットですね。はい、穂高エリアっていうのは、まあ、ヘルメット推奨地域になってますので、はい、持っていくようにします。あとはサングラスでしたり、あとは手袋ですね。はい、まあ、こちらは、顔料体なんかで岩を掴むときにね、手の保護になるような手袋、それからまあフリース地の手袋もですね、防寒対策としてまた別でね持っていくようにいつもしています。あとは、帽子ですね。はい、で今回あのヘルメットをね被るような地域でもありますので、まあ、こういったキャップ型の帽子の方が、まあ、そのままね上からヘルメットを被ることができて、まあ、いいのかなというところで、はい、今回こちらでいきたいなと思います。はい、ということで秋のテント泊登山装備紹介いかがでしたでしょうか。はい、今回はですね、北アルプスの、2泊3日の登山ということでご紹介しましたけれども、行く山域だったりどういった季節に行くのかというところによって、一言でテント泊登山といってもですね、いろんな装備がありますので、まあ、場面に応じた使い分けっていうところが大事になってくるのかなというふうに思います。ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の登山動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。